対局お疲れ様でした。またお疲れ様です。挑戦権獲得おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちを教えてください。そうですね、また素直に嬉しく思いました。あと頑張らないなという気持ちもあります。本局を迎えるにあたり準備してきたことや、まあ、準備してきたものなどあれば教えてください。そうですね、北村さんとは4局とも、4局指していて、まあ、どちらも全て三間飛車だったので三間飛車を準備していました。では続いて本局の振り返り、まあ、横歩取りになったっていうのは少し意外なところだったでしょうか。そうですね、横歩取りはちょっと考えてなかったです。公式戦でも同じような形っていうのはあまり指されてなかったと思うんですけれども、どのあたりまで準備できていたものでしょうか。準備はちょっとできてはなかったのですが、まあ、ネット将棋とかよく練習している局面を指そうかなと思ってました。その後角を使って相手の陣形を乱すような展開になったと思うんですけれども、中盤はどのように形勢などを考えておられましたか。そうですね、序盤はちょっといいのかなと思ってたんですが、ちょっと中盤でちょっと何を指していいのか分からずに、ちょっと分からなかったです。それでは中終盤勝ちを意識した局面というのはどのあたりになるでしょうか。そうですね、相手が6七玉と上がって6九飛車とさせたあたりで、結構優勢なのかなと思ってました。うん、ありがとうございました。続いて初めてのタイトル戦になる、うん、その意気込みというのをお聞かせください。本当にまだまだ実力不足ですが、本当にしっかり準備して、タイトル戦に挑みたいと思います。はい、タイトルホルダーでは西山先生のご印象などはいかがでしょうか。そうですね、本当に実力がとてもあって、終盤の指し回しなどとても参考になることが、多い印象で、とても強い印象です。はい、ありがとうございました。それでは最後に、見ている方に向けてメッセージをお願いいたします。いつも応援ありがとうございます。良い将棋が指せるように、しっかり準備して頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。